はいどうも、毎度おなじみゆうご .tv でーす。ということで本日も人生に役立つ情報を配信していきたいと思います。今日も一緒に共に学んでいきましょう。それでは行ってみましょう。 Here we go。 今日の題は、人の話を聞かなくなったら老化の始まり。こちらを今から読んできます。人の話を聞かなくなったら成長が止まっていると考えることです。自分の意見が正しい、だから人の話は聞かないという人が時々います。俗に言う頑固親父、石頭、頭が固い人と言われる人のことです。そんな人は新しい知識を吸収することを拒み、それ以上に向上することもやめてしまっている人です。人は年齢とともに老化します。しかしそれは体の老化だけです。心の老化だけは歩き続けている限り老いることはありません。歩くのをやめたとき、初めて心の老いが始まります。人の話を聞いて新しい情報を常に頭に入れようとする人は年齢とは関係なく常に青年です。分かりきった内容だから話を聞かないという人はすでに青春時代の幕は降りてしまっているのです。心が若々しい青春を送っている人であれば、人の話を聞かないというようなことはありません。たとえ自分が知っていることでも、情報をシャットアウトしてしまうような行為は、成長の歩みをやめてしまうことになるからです。人の話を聞いているうちは、心が老いてしまうようなことはないのです。今日の格言。人の話はしっかり聞く。そうですね、確かにもう自分が正しいと思っていること だともう思い込んでいるとやっぱダメですね。例えばもうリアルタイムでいうと、この今集団的自衛権安保法案に関する、話とか、反対派の意見しか取り入れないし、メディアも報じないし、デモ隊やってるのはもう戦争反対、安倍やめろ、ふいふいみたいなどんちゃん騒ぎしてるだけで、じゃあどうやってこの国を守るのかっていう案を出さない。ただ戦争法案とか、戦争になる国になる、ああ怖いみたいな、そんなのはね、借金してもいないのに借金取りに怯えてるようなものだと思うって、俺は今日インスタグラムに画像載せて文章もダーッと書いてちょっとアップしてあげたんですけど、メディアは反対派しか取り上げない。だから国民も、あ、そうなんだって不安になってしまう。反対派も賛成派も両方のやっぱ話を聞いて、自分の頭で考えて自己判断するのがやっぱり一番ベストだと思う。だからいろんな人の話を聞いた方がいい、間違いない。ということで本日はこの辺で、ドロン。